はい。チャプター2になります。チャプター2はセンター試験の問題をね、えー、解いてもらうんですが、あの、概要欄からね、ダウンロードできるので、ぜひ予習してからね、臨むようにしてください。で、このチャプター2で扱う和歌については、少しね、原理原則を変化させた形になっているので、もしかすると人によっては、あれそっちじゃなかったのっていうね、えー、ポイントがあると思いますので、それをしっかり押さえたいと思います。 はい。2013年のセンター試験の問題を扱います。問題は A から C の和歌に関する説明としてとなっていて、まあ、ABC のね、3つの和歌をこう見るタイプになります。で、このテキストにおいては、間の部分をもう中略しておきました。ただ実際ね、もしお手元にこうセンター試験の問題をね、用意できる人は見てもらうとかなりね、間に字の文、本文が入ってるんだけど、そうなった時にもう厄介になっちゃうんだよね。つまり、 こうね。並んでくれていたら、えー、すぐに解けるんだけど、それがかなり間に本文を挟むと、皆さんは、この、例えば A と B の間がやったら長かった時に、もう A の内容を忘れて、えー、次 B 来ちゃって、でー、なんてやってたっけってまた読み戻って。で、えー、C 読む時にもまた読み戻ってみたいな、こういう読み戻りをしちゃうんだよね。で、そうじゃないんだよ。結局わかっていうのはチャプター1でも言っていたけど、結局ポイントは 読み手の心情が描かれるから、それをしっかり汲み取るんだってことだよね。で、原則その読み手の心情っていうのは下の句に表現されやすいから、下の句を見るって話なんだけど、けどね。まあもう今日早速ね、問題見てみたいんですがね。ちょっといやらしいのよ。はい、それが、A なんですが、相見手の後こそ物は悲しけれ、人目を包む心習いにってこう書いてあると、あ ほんとだ、先生が言った通り、ここに心って書いてあるから、下の句に、ちゃんとね、心って書いてあるじゃん。ここ、心情じゃん。じゃあ、人目を包むだから、こう、人目を避けるみたいな意味なんだなって思って、ここに焦点を当てちゃった人は、実は、原理原則に反しちゃうのね。えどういうことはい、それがあ、テキストのね、一番最初のページのとこに戻っていただきたいんですが、あのね、 僕は和歌っていうのは、上の句と下の句にこう分けられて、下の句の部分に読み手の心情が原則書かれるんだよと言いました。ただ、実はその時には、一つだけ和歌の構造としてルールがあってね。あのね、和歌っていうのは、基本的にこう誰かが発話しているわけだよね。で、発話しているってことは、裏を返すとね、会話文の延長線みたいになってくるわけだ。 で、会話文の延長線上に和歌っていうものが位置づけられるならばだよ。ね、普通はこの5句目、まあ結句って言うんだけど、この最後にちゃんと丸が打てる形で書かれるのが和歌の基本なのよ。つまり、会話文の延長線上ってことは最後必ず丸が来るでしょ で、丸が打てるんだったら当然下の句がバシッとね、えー、最終部分だなっていう風に捉えることできるけど、当然、丸が打てない時ってのが出てくるのよ。それが今回のようなパターンの時。ね皆さんは2で丸打ったことある心習い2の、この2という言葉で丸を打ったことある 絶対ないね。なんでかっていうと、2は、角助詞だから、最後丸くつかないよね。で、こう、え、なんだろうって、ここで考えたかどうかが大事なの。僕が、はい、下の句って大事だよって、チャプター1で言ったから下の句し、無見ればいいのねって、下の句チェックをしてるのが、テクニック版になっちゃってる証拠なんだよ。僕はそうじゃないって言ったら、原理原則で抑えようねって言っていたのね。ってなった時に、それが、ここが原理原則に反するの。 つまり、和歌っていうのは、読み手の心情を下の句に書くんだけど、最後はしっかり丸が打てるような形だった時が、ああ、下の句チェックしていいポイントなんだ。で、こういう風うに、明らかに丸で終わらないような現象だった時に起きるのが、統治なんだよ。統治って現象が和歌にも起きます。まあ当然ね、 食べました。パンを。とか。行きます。駅に。これ、トーチが起きるでしょこれぐらい簡単な文だったら、皆さんは、なんかご巡回だな、トーチ起きたなって思うんだけど、やっぱ和歌になっちゃうと、そもそも何を言ってるか、ね、えー、理解不能だった時に、んなんかよくわかんないけど、訳したらってなっちゃうので、そうじゃないってことをつかんでね。すると、当然、 下の句で統治が起きるということは、どこに心情が映ってるのかって言ったら、下の句に統治が起きるんだったら、当然それは上の句に映るはずだよね。それと、上の句見ると、アいチェック。見ての、後こそものは悲しけれってこの部分で、ね、心情が映ってるって思えばいい。えー、でも先生、そんな中途半端なところで終わっていいんですか 下の句だったらちゃんと丸が終わる形だけど、これでどうして丸が終わる、丸がね、来た形って言い切れるんですかっていうところは、ここに実は和歌の一つテクニックがあるでしょそれは、はいチェック。ここにこそという形容詞があるよね。で、こそという形容詞は、文末を依然形にするかかり結びの法則がね、適用する。すると、どこに依然形いるのっていうと、今日はここだよね。 この部分が、悲しという形容詞の依然形になってる。で、かかり結びの法則っていうのは、文末を活用形変えるものでしょゾーナムヤーカーが文末連体形。こそが文末依然形。ということは、このかかり結びの法則によって、強制的にこの部分には、丸が打てる形が出来上がっちゃってるっていう風に判定できるわけだよね。ここには丸があるのか。 で、こうやって丸が打てる現象にも実はちゃんと名前がついていて、さあ、ここからは次第や国立受験者はそのまま用法を聞かれるからね、押さえてほしいポイント。はい、それが区切れという現象です。一種の途中で文が割る。つまり、丸が打てること。これを区切れと言います。 食の後で切れる場合が食切れ以下4区切れまで4種あります。これ5区切れないのは当たり前だよね。5区切れしちゃったらね、それはもう最後丸だから、これはなしです。で、一種に2つ区切れがあることもあるんだけどね。で、大事なのは、この和歌の途中で丸が打てる区切れを見つけることで、意味上のつながりを捉えることができる。 例えば今日のやつで言うと、統治が起きたから髪の国に心情移るなって思ったその部分が釘で起きていたから、あ、ここでちゃんと丸が終わった意味が釘でたんだなっていうふうに判定できるってことね。で、じゃあ釘でってどうやって見つけるのって話なんだけど、いや、もうこれも原理原則で考えよう。釘では文が途中で終わることでしょだよね。ってことは、丸が打てる形になってればいいんだよね。 え、はい,い、行くよ。修士形と命令形。当たり前じゃない修士形と命令形は文、丸の最後、文末に来るよね。当たり前じゃん。修助詞。例えば未然形プラスバヤで何々したいとかね。えー、手品がな、しがなで何々したいってあるけど、いやいや、修助詞って言ってんだから、必ず文末でしょで、これ。 かかりむす。これがやっぱ入試ではよく出るね。かかりむすびの法則、ゾーナムヤーカーは、あと、こそは、当然、文末の活用系変えるから、うん、彼らが出てきたら必ず文末表現作るじゃないかっていうのは、ちゃんと文法でそこまで勉強してるんだったら当たり前なんだけど、やっぱなんかね、そうやって勉強してない人ってね、これ見ると、え、覚えなきゃいけないですか修士系、命令系、修士系、かかり、え覚える必要あるかなそんなの。ってことなんだよ。 だから僕はそういう水準でちゃんと文法を勉強してほしいのね。やれ、これを、こうなると、この形なんだ、覚えろじゃなくてえ、なんでそうなるのっていうその基本を考えてくれれば、ああ、和歌の途中で丸が打てるようなこういった表現きたらそこで区切れちゃうんだよなってことを考えればいいんだよねで。それが今日二つ使われてた。統治と区切れ。はい、すると結局 A の和歌はどんな歌なのかっていうと、相見てのですから、 ほら、会うって単語って男女が出会うなんていうふうにね、使うような重要単語だね。そう考えると、見るだってね、えー、これこそ男女が会うって意味で使うようだね。古文単語、あるいは漢文の単語でも、まみゆうなんて言ってね、お会いするなんて意味もあるから、ああ、だからこうやって出会った後が、ものは悲しけれだから、物悲しいんだって言ってるのかな。何かこう男女として出会った後が悲しいんだってって話してるみたいな。 お出会った後が悲しいって話してるんだなって、A は抑えればいい。で、じゃあ B はっていうとさ、もうできる和歌は読み手の心情を下の句に書く。で、下の句がちゃんと丸の形になっていれば、そこをバシッと捉えればいいんだって思った時に、別れしままの心惑い2になっちゃったから、おいおい、もうどんどん手動かして僕ケる先に。2で終わったってことは、あ、これじゃあ丸打てない。 丸打てないってことは、ここ、統治起きる。はい、統治起きるってことは、どこに意識持っていく統治が起きたってことは、きっと、髪の句に心情移ってるんじゃなかろうかって予測。はい、髪の句見てみた。悲しさも忍ばんことも思えず、この図はまあ、きっと終止形なんだろうね。ね、ズーズーズーぬーねー,、ま、ーだからね。きっと終止形だから、ここでしっかり釘で燃えてるから、ここでいいんだなって捉えればいい。 で、B は結局何言ってんのさ、悲しさ、まあ、忍ばんこと、まあ、で何起きるもはあ,あそうだね。漢文の講座の中でもやたら出してたよね。何かと何かを並列する働き。ですからね。なので、悲しさも、悲しいことも、そして忍ばんこと、何かね、こう、恋忍んだりだとか、あとは我慢したりだとかね。いろんな意味の忍ぶがあるよね。 先生、ここの意味にも決めなくていい。忍ぶっていうのは、誰かのことを思っていたりだとか、我慢したいだとか、こう、人の目に触れないような、その気持ちのことが忍ぶだから、大体それで捉えればいいの。だから、悲しさも、こう、忍ぶようなことも思えず、考えられませんって言ってるみたい。ね。で、C はっていうと、いいこれでまた流れ、やるんじゃないよ。よく見て。わかるつる今朝は心の惑うとも、 今夜と言ったことを忘れるなって言ってんだから、これはそのまま。心情捉えちゃえばいいってことです。いいかなじゃあ結局。はい、また選択肢見たいしは今。違うの。ここでまず回答を作るの。A の歌はこんな心情、B はこんな心情、C はこんな心情。いくよ。A は出会った後が悲しいみたい。B は悲しさも忍ぶことも思えず。 考えられない。C は今夜と言ったことを忘れないでね。だよ。あとはこれを頭の中で繰り返し繰り返しながら、あとは選択肢を見ていく。絶対に本文ペラ,ペラ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 めくっちゃダメだからね。はい、じゃあ選択肢見ましょう。これもね、チャプター1の時と同じようにですね、こう、A は上門の神の歌とか、こう、B は誰が読んだ歌みたいなのが入ってるけど、そこのミスっていうのはほとんどないので、もうあくまでも ABC の心情チェックを 中心に見ましょう。はい、そうすると A はっていうとえ、常に人目を気にせずにはいられないために思うように会いに行けず、会う前よりも募る恋の苦しみ。んまあ、これはギリギリいいかな。だって、会う前よりも募る恋の苦しみって言ってるってことは、あ出会った後が悲しいんだっていうののね、えー、逆を言ってる形だから、まあまあ、ギリギリこれはいいとしようよ。ただ、B。 女気味の歌で別れた後は悲惨に暮れて分別がつかなくなってしまい、上物神のもとに忍んでいく手段も思いつかないっ,つって言ったけど、え ?B は悲しさも忍ばんことも考えられないって何か並列してたんだよね。忍んでいく手段もってなっちゃうと、え、悲しさもの方がなくなってんだよね。並列してないじゃないって切れるんだよ。だから一番はないって持っていけるの。並列で、 和歌を読んだのに何も並列しない。だから、罰。2番はっていうと、会って愛情は深まったのに、人目を気にするために昼間は会いに行けず、恋が成就した今になってさらに募る。お、これはいいかも、また、知らないね。恋が成就した、愛みての後だからね。出会った後になってさらに募る愛情。悲し稽古だもんね。で、B はっていうと、 女気味の歌で別れた後の心の乱れのために、上物神とは違って、行くよ、ここかね。悲しみに浸ったり、人目を気にしたりする心の余裕がないんだって。何々したり、何々したりは並列でしょで、対応を見たら、悲しさも、忍ばんことも、思えずでね。ちゃんと、下の句の内容をね、 綺麗に表現できてるのは、はい、2番が正解って持っていけるじゃない。つまり、なんかこの辺はほぼノイズなのよ。いや、この辺も合ってんだよ。合ってるけど、僕らは焦点絞って今読んでるわけだから、あ、A と B の歌っていうのは、ポイントはこの今黄色で示した心情部分なんだよねっていうところをバシッと押さえてあげると、じゃあ、時間内に、えー、解きききることができるわけだよね。 だから和歌の問題に苦手な受験生ってのはこういう目線がないの。A ってなんて訳すんだろう ?B ってなんて訳すんだろう ?C ってなんて訳すんだろうってなんて訳すのかになっちゃってるから。違う。読解は訳すんじゃないんだよ。何を伝えてるのかを汲み取る。読み取る。ね。それが読解だからね。一応他の選択肢も確認。はい。3番はっていうと、えっ、ー、と A はですから、ね。 出会った後が悲しいんだの話でしょ共に演奏を楽しんだのに一向に進展しない二人の仲を悲しく思い。一向に進展しない二人の仲を悲しく思いなんていうふうに、さっきあなた訳した違うね。出会った後が悲しいんだって言ってんだもんね。もう、この時点で罰っていけばいい。え4番はっていうと B は女気味の歌で、で、これ並列のやつでしょそうすると、別れた後の乱れてしまった心のまま、上物の神を恋したう感情と、 恋心を抑えねばならないという理性が入り乱れた状態だと訴えている。うんと、まあ、なんとかとなんとかとで並列してる感出てるけど、理性が入り乱れた状態ですよっていうのがちょっとね、思えずだからね、考えられませんが、理性が入り乱れてますって読むのは結構厳しいと思うんだよね。 ただまあ一応 C の方を見てみますか、えー、?C はっていうと、どれほど思い乱れてるとしても、二人で交わした今夜の再会の約束は忘れないでうちだから、これ、こっちは合ってんだよね。今夜と言ったことを忘れないでって言ってたから、これ合ってんだけど、やっぱ4番が綺麗な形でね、えこう、並列して思えずになってなかったから、まあ4番は2番と比べてみると、ダメだよねっていう風に切れるんだよね。はい、で5番はっていうと、 え平、ー、列年生でしょまたこれも。辛さに加えてって、まあ、加えてるんだけど、いや、辛さじゃないよね。悲しさも、死ば番ことも思えずだからね。辛さがあってじゃないからね。あと C の子で見てもらうと、えー、今夜訪れていた言葉を忘れずに、待っていてね。違うよね。ね。忘れるなで、えー、禁止していたので、はい、5番もないねっていうふうに切れたわけです。 はい。今回のね、えー、この問題を通して、えー、分かってほしかったのは、和歌っていうのは読み手の心情を下の句に書くっていうのが原理原則なんだけど、その時にはしっかり丸が打てる形じゃなければいけないということでした。で、丸が打てるような形になってなかった時ね、まあ特に今日みたいに助詞で終わってしまっている時っていうのは、統治が起きてるので、 え、統治が起きているときは、当然、髪の毛に心情が映っていると思って、髪の毛に目線を持っていくっていうね、ことをしてください。であとは今日は、綺麗に髪の毛でストンとね、3区切れを起こしていたけど、入試問題によっては、例えば2区切れしてしまうときもあるので、その場合は、5、7、5で取るんじゃなくて、5、7だけ取ってね、え、回答を見つけようって意識が欲しいわけです。そのためには、区切れという現象が必須になってくるので、それを抑えてくださいね。じゃあ、チャプター3では、 共通テストの問題に挑戦してもらいたいと思います。本日の授業はいかがだったでしょうか復習はその日に1回、1週間後に1回、1ヶ月後に1回、最低3回はやって、必ず自分の身になるように復習してください。授業が良かった場合は高評価、さらにチャンネル登録もお願いします。